次ですね、日本の尊厳と国益を守るための体制づくりというところでございます。これも端的なことなんですけれども、いろんな歴史戦とか、日本はいろんな国からネガティブキャンペーンを悲しいかな貼られております。その中で対応するときに、例えば全然日本に対して誤った情報を言われたときに、どう対応するか。で、例えばですね、今日 NHK の中継入ってるそうですけれども、NHK が昭和30年に放送した緑なき島っていうので誤った映像を作成したせいで、韓国がそれを反日プロパガンダに使っている軍艦島っていうのがあるんですけれども、それに関しても強制労働があったんだ、児童労働があったんだとか、そういう誤った日本の情報が拡散されてしまっている、そういうプロパガンダが行われていることを把握して対応をするという国としての体制が私はなかなか薄いと思います。例えばじゃあ A という国で、そこの有識者とか公的な人が何かそういう間違った情報を発信しているってなると、大使館とかを通じてそれに対して対応を地上戦でしていくっていうのはやってると思うんですけれども、今もうインターネットの中で情報が散乱する中で、どこの国の誰が挙げたかわからないけど、なんかすごいこう違う情報が拡散されてるっていうものがたくさんあるんですよ。それは日本語だけじゃなくて、英語だったりとか韓国語だったり中国語だったりアラビア語だったり、もういろんなところでやられている。それを把握して対応できるっていう体制が日本の省庁の中にできているのかとっていうところなんです。で、現状はなんか民間の方ばっかり戦ってるんですよ。現地の日本人の方とか語学ができる方がそういうのを見つけてきて、これは違います、間違ってます、例えば旭日旗の問題とか、そうじゃない、これはネガティブキャンペーンで本当はそういうものじゃないっていうのを民間の方が頑張ってる。でもそれって本来国がやるべきことじゃないんですかとなった時に、外務省の今の体制の中でいちいちそのネットにあふれる情報を全部チェックしてそれを把握してっていうのは多分無理だと思う。そういうことを言われたこともあります。だったらせめて民間の方たちが、心ある方たちが見つけてきてくれた情報を通報できる窓口、目安箱みたいなのをネット上に作れませんかっていうのを、これまでずっとお願いしてたんですよ。外務省のホームページでも、日本について誤った情報が拡散されている場合はこちらまでとかっていうのをやって、メールフォームで画像なんかを添付して、こういうことがこの国の言葉でやられています、なんとかできませんかって。そうなった時にそれを受けたところが、あ、これは何々省が担当した、これはどこどこだなとか、これはいろんな状況が同時多発的にこういう間違った情報が来てるから、じゃあ旭日旗に関してこう反論資料をこう国として出そうとか、そういうそのマーケティングにもなるし、対応を振るっていう司令塔が今見られないので、せめてそういう情報を集める民間の人の、心ある方々の情報提供を受け取る体制っていうのを作っていただきたいんですけども、これどう思われますでしょうか。林外務大臣。政府といたしましては、我が国の政策や立場についてですね、客観的な事実に基づく正しい認識が形成されまして、国際社会から正当な評価を受けられるように、この我が国に関する国際世論の把握に努めるとともに、戦略的な対外発信に取り組んできております。で、私自身が記者会見を行ったり、インタビュー等を発信をしたり、また政策広報動画や広報資料の作成、ソーシャルメディア等、今ご指摘があったようなですね、オンラインでの情報発信、さまざまな手段を活用して対外発信を実施しておりまして、誤った見方に基づいて言われのない中傷に毅然と対応していく、これ当然のことでございます。で、民間の方からの情報提供ということでございましたが、関係部局やですね、在外公館もございますので、そうしたところに対する連絡を徹底、していくほかですね、今小野田委員からもお話がありましたように、ホームページに、ご意見やご感想ページというのを設けて、ご意見を受け付けておるところでございます。で、今お話になったような、我が国に関する誤った見方についての情報、これ、実際寄せられております。そうした情報をですね、関係する部署に速やかに共有するようにいたしております。さらに戦略的に対外発信を、そういう指摘も受けながらですね、一層強化をしていくためにも、こうした情報提供窓口のより適切なあり方についてですね、不断に検討していきたいと考えております。委員長。小野田君さん。いろんなご意見どうぞっていうところだと、私も事務所でメールフォーム持ってるんですけど、いろんなのが来るので、それを振り分けて担当のところに巻くのって容易じゃないんですよね。だからこそ、もうそういうことにちゃんと専門特化したものが来たときに、本当にちゃんと振り分けられるっていう体制を作ってほしい、で、目安箱を作ってほしいというお願いです。これ、ずっと言い続けてるので、ぜひ対応を検討していただきたいと思います。